モーリーさんが漫画描いてくれました。やった、どうも漫画モーリーです。こんにちは、モーリーです。インスピの宮沢森を出場中級から中上級男子ダブルス太郎さんと出場して決勝に行けました。マンマミーヤ。決勝は最近うちのサークル来てくれる中金さんと久々再会した秋将軍団のティノさんがくじでペアになり、ハゲとデブのコンビに立ちはだかってきました。特に中健さんは前日に練習会来てくれて、暇だから行っちゃおうかなとか言って来上がりました。来たものは仕方ない返り討ちじゃ。ハゲのサーブで試合開始です。これは激しそう。ティノさんも攻めてきますね。ハゲの気合もバッチリでございます。ただティノさんのリターンがめちゃ良かった。太郎さんナイススマッシュです。これはキープチャンスです。焦ってしまったハゲ、きちんと準備する大事。これはまずい流れ。なんとかボレーで押し込んでキープスタートしました。ただかなり厳しい試合になると予感しました。ここもブレイクして少し気を楽にしたい。ここでハゲの車移動タイム。お待たせしました、ティノさんサーブ。太郎さんナイスラブです。アウトですがナイス振り切りです。ナイスキャッチ。ナイスポーチでしたが惜しかった。どんどん行っちゃってください。ナイスサーブですね。リターンが浮いてしまい捕まってしまいました。太郎さんサーブ。中金の動きに惑わされますね。ティノさんはバックがうまいんですよね。中金さんもナイスリターンでした。これはナイスサーブです。張っていたのにやはりハゲてました。ちょっと邪魔になりそうだからカメラ移動。奥にモーリーさんがいますね。中金サーブ。いや、やはりサーブがやばそうですね。ジャストアウトです。サーブが良い。ブレイクが厳しそうです。下がるハゲ。ドロップ。あ、ボールインでレッドです。助かりました。
足が遅いハゲ。ハゲのサーブ追いつきたい。良い出だしです。守備位置がかぶってしまいました。見つめ合うと素直に、見つめ合うと素直になれませんね。ここでキープチャンス。気合い入れろハゲ。ここは気合でキープしました。中金は本当良いリアクションくれます。ここからが正念場です。ティノさんサーブ、太郎さん惜しい。これはひどい。やらかしやがりましたね。ハゲ終了のお知らせ。ナイスラリーでございました。このゲームハゲが弱気になりあっさり落としてしまいました。太郎さんお願いします。さすが太郎さん、ナイスラリーです。ナイスサーブでございます。ティノさん、ナイスフォローですね。惜しくもフォルト。ティノさん、狙ってましたね。さすがのバックハンド。今のゲームブレイクはかなり有利になりますね。ここで中金さんサーブ。太郎さん、ナイスセンターでございます。太郎さんが躍動してますね。ハゲはもうダメです。太郎さんのリターンが素晴らしい。本当ハゲはもうダメだな。ここは太郎さんがブレイクしてくれました。ここで流れに乗れ、ハゲのサーブ。中金の調子を下げていきましょう。やった！集中しろハゲ。ジャストアウトです。惜しい。まずい、捕まりました。中金ナイス処理です。ここは勝負どころ。乾杯に乾杯。いや、強かった強かったです。大事なことなので2度言いました。
勝負どころでのポイントを取られたのが厳しかったですね。優勝おめでとうございます。宣伝もいただきありがたき。太郎さんと自分良い時もありましたが、個人戦になってしまったのが惜しかった。2人でビッグウェーブに乗りたいですね。このあとエキシビで亮太&スミ君と試合しましたが、結果0-6でボコられました。ここと中金ペアが準決勝で潰し合ってくれて、本当ある意味助かりました。ハゲと太郎さんがボコられる姿を見ながら、今回はお別れです。また次回もご視聴よろしくお願い申し上げます。漫画モーリーでした。Bye.